電話が入って切れてしまいましたが、もう一回、さっきの岩手日報が、6次元6流ですね、今度は河北新報になるとこれが8流第8次元です、新興領域という領域でありまして、つまりこういいと思えばいいという世界です。つまりいいと思わない人が見ると良くないんですが、いいと思えばいいという世界で、これ実際これが多分これ一面ですよね、一面ですよね、明らかにね、こちらにそのタイトル持ってくるってことも含めて、ちょっと普通じゃないんですね。やっぱり自分たちがいいと思うところでやってらっしゃるっていうか、8次元の紙面作りですね。でこちらは今度は福島民報ですけど、これはですね、超一流じゃない、一流です、一流です。第一次元社会的理性領域で作られてるんですね、ですから非常にちゃんとしてるというかですね、見出しの問題もありますよね。ここだと巨大地震、県内45人死亡370人不明というですね。それで6次元の方だと三陸沖 M8.8 大津波死者数百名、不明者多数、これが6次元なんですね。8次元だと宮城震度7大津波、その規模ですけども、例えば福島民報だと巨大地震ですよね。だけどほら岩手日報だと三陸沖ですよね。で8次元になると宮城、そういうこうタイトル自体というか空間の大きさが違いますよね。それで福島民友はですね、これ超一流なんですね。これ東日本巨大地震って見出しですね。見出しだけ見ても一つの地震に対して地域的把握の大きさが違いますよね。福島民友は一番事実に近いというか、原子力緊急事態を宣言って出てますね。他の新聞で見ると、少なくともパッと今見てみると、ここにありますね。河北新報は原子力緊急事態とあります。他は、出てます、出てます。一応出てますね、みんな推移。そうですね、やっぱりそれだけ、これはないかな。これはこの一面にはないみたいですね。だから6次元ってこういうもんだっていう。6次元だと原子力が入ってこない。っていうね、そういう違いでありまして、僕だから福島民友がね評価高かった。これもうちょっと細かく分析すると、超一流一流23456711213141511100101はない、100までですから、超一流から100っていうことなので、いわゆる近代という時代の全領域を持っているっていうかな。そういう、紙面作りでこう、4つの新聞、その、東北の4つの新聞でもこういうふうに、性格がおのおの違ってて、見出しで見る限りというと空間の把握の仕方が違うっていうのが非常に面白いですよね。非常にいいチャンスだったので、YouTube で撮らせていただきました。